皆さんこんにちは。今回は2023年3月17日に公開された映画私の幸せな結婚です。ぜひチャンネル登録をした後に劇場へ行きましょう。それでは視聴したネット民の反応をどうぞ。タイトルからは想像しにくいファンタジー×アクション×純愛の大作映画。時代背景は鬼滅の刃と同じ大正時代あたりで、異能者という特別な能力を持つ人たちが描かれるファンタジー作品。設定が盛りだくさんな作品が115分で終わるのは無理な話で、本作がヒットすれば続編映画があると思うので期待したい。イケメン揃いだし女性ならきっとキュンキュンする。エンドロールの後に続編につながると思われるリローグがありますので、早々に帰らないようにしましょう。警護にいじめられる少女が幸せになる話。5歳に入った警護と腹違いの妹にこれでもかというほどのいじめを受け続ける、アイドル作品なのかもしれませんが、ファンタジックな異世界物語として楽しめました。原作を読んでる人の方が楽しく見れる。原作より先の部分も詰め込まれている。敵味方がよくわからない。正直内容をある程度知っていないとなかなか理解に苦しむ部分が出てきてしまう。結論として興味があって見に行こうか迷っている人は漫画版を先読みしてから行くことをお勧めする。鶴木新役を演じた方が原作の印象以上のミステリアスさを兼ね備えていて、ナイスキャスティング。恋愛ものというより人間ドラマ的な部分が多い。美男美女の恋愛物語と侮るなかれ。最初はストーリーを、2回目は始まりと終わりの2人表情に注目してみてください。どうしてもコスプレにしか見えなかった。原作を読まずに映画を見た人が原作を買って確認、読んでまた映画を繰り返し見ている現象が起きている。るろうに剣心を感じました。最初の設定を述べているナレーションだけでなんかワクワクした。ジャニーズが出演されているので過剰評価なのではと疑ってましたが、ごめんなさい。ファンタジーは避けがちでしたが、これは良かった。クライマックスシーンの挿入歌が良い。涙でぐしゃぐしゃ、時間はという間でした。タイトルからは想像できない、かなりファンタジー。ワッフルラブファンタジーの終作。結局は権力争い。いかがでしたか？ただの恋愛映画かと思いきや、時代背景も相まって鬼を討伐しそうなファンタジーでしたね。男性も十分に楽しめる内容になっているようです。映画こそこそ噂話。スノーマンの目黒蓮さんが演じる主役の工藤清香が名簿を読み上げるシーンがあるのですが、実はあのシーン、使われた名簿の小道具は目黒さんが作成しました。事前に漢字の練習をして作ったのですが、字が綺麗すぎるという理由でボツになったそうです。そんな細かい部分にもこだわって作られた小道具、使われている小道具すべてに物語がありそうですね。皆さんは心に残っている映画はありますか？よければコメントで教えてください。最後に、映画の上映スケジュールに関しては公式サイトをチェックしてください。次回もお楽しみに。